パルミラ帝国ゼノビアだった。270年、ゼノビアは速やかにローマ帝国の東方地域を征服し、ローマと対等な関係を維持しようとした。271年には、自分と息子で皇帝号を名乗ったが、ローマ皇帝アウレリアヌスの信仰を受けた。敗北を重ねた母子は捕らえられて帝国は瓦解した。パルミラ人は、 翌年にも反乱を起こしたがアウレリアヌスに鎮圧され、パルミラの街は破壊された。その存在自体は短期間に終わったものの、パルミラ帝国を築き上げたゼノビアは、古代後期において、最も野心的で有能な女性の一人に数えられている。また彼女は、近現代のシリアにおいて、英雄視され、シリアのナショナリズムの象徴とされている。 ウアバラトゥスの父セプティミウスをダイナトゥスによる260年代以降の東方族州支配期からパルミラ陥落までの時期をパルミラ王国と呼称することもある。本校ではこの時期についても述べる。235年皇帝アレクサンデルセウェルスが暗殺され、ローマ帝国は将軍たちが次から次へと定位を奪い合う時代に突入した。 注意が及ばなくなった帝国の辺境地域は、カルピジニアゴート人アレマン人などの襲撃に頻繁にさらされるようになり、東方では、サーサーン朝も、攻勢を強めていた。260年、ローマ帝国は、エデッサの戦いでサーサーン朝のシャープール一世に、壊滅的敗北を喫し、皇帝、ウアレリアヌスが捕虜にされる事態となった。 彼の息子で、共同皇帝だったガッリエヌスが単独皇帝へと、なったが、シリアでは、クエトゥスとマクリアヌスが反乱を起こし、皇帝の権力が及ばなくなった。パルミラの指導者だったセプティミウス・オダイナトゥスは、王を名乗り、名目上は、ガッリエヌスに忠誠を誓いつつも、独自に、パルミラ人やシリアの農民を集めて、軍を作り、シャープール一世に攻撃を仕掛けた。 オダエナトゥスの軍勢に、ローマ軍の部隊が参加していたという証拠はない。ローマ帝国の兵がオダエナトゥスの下で戦ったのか、田舎についても、推測するしか手立てはない。260年、オダエナトゥスは、ユーフラテス川近くで、シャープール一世に決定的勝利を収めた。続いてオダエナトゥスは261年に、シリアの定位戦勝者たちを破り、 その後の知性をペルシアとの戦争に費やした。彼は、ローマ帝国から、東方の総督という地位を与えられ、皇帝の代理として、シリアを支配し、昭王の王を名乗った。この称号が使われたことを示す、決定的な証拠としては、オダエナトゥスの死後の271年に制作された、碑文がある。また、オダエナトゥスの息子セプティミウス、エロディアヌスは、生前から、 ショウの王と呼ばれていたことが分かっている。彼は、父から、共同統治者に任命された人物であり、息子が、ショウの王であるのに、オダエナトゥスが単なる王であったとは考えがたい。オダエナトゥスとエロディアヌスの父子は267年に同時に暗殺され、ローマ皇帝群像によれば、暗殺者は、オダエナトゥスのいとこマエオニュースであった。なお東ローマ帝国の歴史家。 ヨハネス・ゾナラスは暗殺者はオダエナトゥスの甥いであったとしている。ローマ皇帝群像によれば、マエオニウスはごく短期間の間ローマ皇帝位を占勝したものの、兵により処刑された。ただ他の碑文などの文献には、マエオニウスが皇帝を名乗った記録がなく、実際には彼はオダエナトゥス暗殺時に直ちに殺されたと思われる。オダエナトゥスの後を継いだのは、 5歳ゼノビアとの間の息子で10歳のウアバラトゥスだった。ゼノビアの殺傷体制下で、ウアバラトゥスは影の中に止められ、実際の権力はゼノビアが握っていた。彼女は、ローマを怒らせないよう慎重に調整しながら、オダエナトゥスやエ、ロディアヌスの称号を自身とウアバラトゥスも名乗ることにした。またサーサーアン・アサトの国境の平和維持にも心を砕きつつ、 ハウラン平原に勢力を持つ危険なアラブ人タヌー付属の平定にも力を注いだ。右、アントニニアヌスかの表側に描かれたウアバラトゥス左、裏側に皇帝として描かれたアウレリアヌス、クラウディウス・ゴティクスミカどっちかの270年春、ゼノビアはタヌー付属平定に向けた遠征軍を派遣した。これを率いるのは 彼女の将軍セプティミウスザバイトセプティムスザブダスであった。ザブダスはアラビア属州の首都ボストラを略奪破壊し、ローマ帝国の総督を殺害し、さらに難心して属州支配を確固たるものとした。中世ペルシアの地理学者イブン・フルダーズではゼノビアが自らドゥーマとは、イコールジャンの城を攻撃したものの攻め落とせなかったとしている。 ただしフルダーズベは、ゼノビアを、反伝説的な、アラブ人の女王アルザッバーと混同している節がある。270年10月、7万人のパルミラ軍が、ローマ領エジプトに侵攻して征服し、ゼノビアは、エジプト女王を名乗った。ローマ帝国の長官テナギのプロブスは11月に、一旦アレクサンドリアを奪回したものの、再侵攻してきたパルミラ軍に敗れて、バビロンに逃れ、 また、そこで包囲され、ザブダスに攻め殺された。ザブダスは、さらに南進して、エジプト全土を支配下に収めた。その後271年、ザバイが、コアジアに侵攻した。同年春からはザブダスも、この遠征に合流した。パルミラ軍は、ガラティアを服属させ、アンカラを征服し、パルミラの最大半島を減出した。しかし彼らは、 カルケドンの攻略には失敗した。パルミラの征服事業は、あくまでもローマ帝国への従属の意思を見せることで、許されていた。ゼノビアは効果を鋳造する際に、王として、ウアバラトゥスを描かせるとともに、クラウディウス・ゴティクスの後継者アウレリアヌスの名前を、並べており、アウレリアヌスも、パルミラの効果鋳造と王号の使用を容認していた。ところが七十一年の末、 ウアバラトゥスとゼノビアは皇帝の称号をも名乗り始めた。アントニニアヌスかの表側に皇帝として描かれた、ウアバラトゥスアントニニアヌスかの表に女帝として描かれた、ゼノビア272年、アウレリアヌスは、ボスポラス海峡を渡って、急速に、小アジアを進軍していった。またマルクス・アウレリウス・プロブス率いる、別動隊がエジプトを再征服したが、 ゼノビアはシリアを防衛するためにパルミラ軍を撤退させていたため軍事行動は必ずしも必要ではなかったと指摘されている。アウレリアヌスはまずティアナまで進んだ。ここまでアウレリアヌスは抵抗した都市をすべて破壊していたが、このティアナ包囲戦の際、夢に彼が尊敬する大哲学者ティアナのアポロニオスが現れたため、 ティアナの破壊は思いとどまったという伝説がある。アポロニオスは、アウレリアヌスよ。もしそなたが統治を望むなら、無この者の血を流すのは控えよ。もしそなたが、征服者たらんとするなら、慈悲深くあれ。と悟したのだという。理由が何であれ、ともかくもアウレリアヌスは、ティアナを救い、賠償金で済ませた。復讐を恐れていた。諸都市は、 これを見て次々とアウレリアヌスに降伏していった。アウレリアヌスは、イッソスからアンティオキアに向かう、途中のインマへの戦いで、ゼノビアの軍を破った。ゼノビアはまずアンティオキアへ撤退し、ついでエメサに逃れた。アウレリアヌスは後を追って、アンティオキアを占領した。ローマ軍はここで再編を行い、ダフィネに駐屯していたパルミラ軍の守備隊を撃破し、 さらに難進して、アパメアに向かい、さらにエメサへ進んで、ゼノビア軍を再びエメッサの戦いで破った。ついにゼノビアは、首都パルミラに追い詰められた。アウレリアヌスは、砂漠を進む過程で、ゼノビアに忠誠を誓うベドウィンの襲撃に、悩まされながらもパルミラにたどり着いた。シモンの前まで達したアウレリアヌスは、直ちに、ベドウィンと交渉し、ゼノビアを裏切らせるとともに、 水と食料を手に入れた。パルミラの包囲は272年夏に始まり、アウレリアヌスはゼノビアに自ら直接降伏してくるよう求めたが拒絶された。ローマ軍は数度にわたり市内に突入しようとしたが、その度に撃退された。とはいえ状況はパルミラ側にとって悪くなるばかりであったので、ゼノビアはパルミラを脱出して東方に向かい、 ペルシア人の支援を取り付けようとした。しかし、ローマ軍がこれを追撃して、ユーフラテス川近くで、ゼノビアの身柄を確保し、皇帝の元へ連行した。間もなく、パルミラ市民は和平を超い町は降伏した。アウレリアヌスとゼノビアの戦争の水アントニーニアヌス、かに描かれた、ソルに噴して、パルミラ帝国を打ち倒すアウレリアヌス。 オリエンスマバグという惨事が刻まれている。アウレリアヌスはパルミラの町自体は残し、サンダリオンという者が率いる600人の救兵を治安部隊として駐留させた。防衛設備は破壊され、ほとんどの軍装備は没収された。ゼノビアとその重臣たちはエメサに連行され、裁判にかけられた。ほとんどの高官は処刑されたが、 ゼノビアとウアバラトゥスのその後は不明である。273年、パルミラで、市民、セプティミウス・アプサイオスが率いる反乱が起き、メソポタミア総督マルケリヌスに、定位3月をそそのかした。しかしマルケリヌスは、交渉を長引かせながら、ローマの皇帝に、ことの次第を通報した。しびれを切らした、反乱軍は、ゼノビアの親族、 セプティミウス・アンティオクスを皇帝に擁立した。アウレリアヌスは再びパルミラに侵攻し、元老院閣のセプティミウス・ハッドダンを中心とする、市内の支持者の協力も得て、パルミラを制圧した。アウレリアヌスは、アンティオクスを除名したが、パルミラの街は、徹底的に破壊された。価値あるモニュメントは、皇帝のソる神殿の装飾のために持ち去られ、建物はぶち壊され、 住民は、梱棒で撃たれ、パルミラで最も神聖なベル神殿は略奪された。ゼノビアらが、ローマ帝国に反抗した根本的な原因については、論争が交わされている。パルミラの台頭とゼノビアの反乱について語るとき、多くの場合歴史家たちは、文化的、民族的、社会的な側面から解釈しようとしている。アンドレアス・アルフェルディは、この反乱は、 完全なるローマに対する民族的反抗であるとしている。イルファンシャヒードは、ゼノビアの反乱が正当カリフ時代のアラブ人の勢力拡大に先んじた反アラブ運動であったと考えている。この意見は、フランツ・アルトハイムによって紹介され、フィリップ・ヒッティをはじめアラブ人、シリア人学者の間でほぼ共通した見解となっている。一方でマーク・ホーイットは、 このような民族を元にした解釈を否定し、当時のローマが弱体化し、パルミラをペルシアから防衛することができなくなっていたことに対する反応であった点を強調している。ウォーウィック・ボールは、この反乱がパルミラの独立にとどまらず、ローマ定位を狙ったものだったと見ている。ウアバラトゥスの碑文には、ローマ皇帝のような様式が見られる。ボールは、ゼノビアとウアバラトゥスは、 ローマ定位散奪者であり、かつて、シリアで力を蓄えて位を獲得した上、ス・パシアヌスと似たような計画を抱いていた、としている。アンドリュー・エム・スミス2世は、独立とローマ定位散奪の両方が目的だったと考えている。パルミラの支配者たちは、将の王のような東方的な称号を用いているが、これとローマの政治との関連性はなく、また彼らの征服事業は、 パルミラの経済的な利益のためであったとしている。結局、ゼノビアとウアバラトゥスが、ローマの皇帝の称号を名乗り君臨したのは、その知性末期のわずかな期間であった。ファーガス・ミラーは、反乱が単なる独立運動に留まるものでは、なかったという説に留意しつつも、まだその反乱の真相について、結論を出すのに必要な証拠は出揃っていない、と考えている。 20世紀、シリアのナショナリズムの出現により、パルミラ帝国の歴史はにわかに注目を集めるようになった。近現代のシリアのナショナリストたちは、パルミラ帝国がシリア文明独自のものであり、レバントの人々をローマ帝国の圧政から解放しようとしたのだ、と考えている。シリアでは、ゼノビアの生涯をモデルとしたテレビ番組が制作され、 元シリア防衛省、ムスタファトラスが彼女の伝記を書いたこともある。ありがとうございます。